こんにちは、綺麗なるてぃチャンネルのくんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはこの髪の長さでもできるこんな感じのまとめ髪ヘアアレンジです。ピンを使わない、巻かなくても OK、 そしてこの長さでもできて慣れたら2分でできちゃうヘアアレンジをご紹介していきます。アメピンを使わない代わりにヘアクリップを使っていくのですが、まあ、ヘアクリップは今はこう100均とか、まあ、3コインズとかネットとかもういろんなところで買えるものになっているので、まあ、すごく手に入りやすく簡単に止められるかなと思ってヘアクリップを使ってみます。このアレンジ、この髪の長さでも結構スッキリと仕上がりますので、ぜひいろんな方にやっていただけると嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてヘアアレンジご紹介していきます。ではスタート。はい、じゃあまず使うものはこちらのシリコンゴムです。こちらは髪の色に合わせてゴムの色も選んであげるのがおすすめです。まあ、髪が暗い方だったら茶色とかを選んであげて、髪が明るめだったら透明とかを選んであげるのが目立ちにくくていいかなと思います。で、私がおすすめのシリコンゴムは PU バンドっていうゴムになるんですけど、買い方がわからない方は概要欄に愛用品っていうところがあるので、そこをクリックしていただけると PU バンドのページに飛べますので、ぜひチェックしてみてください。で、あとはヘアクリップを使っていきます。こんな感じで、あともう一個はこちらを使っていきます。こちらの中くらいのサイズのヘアクリップですね。今日はちょっとカジュアルっぽいやつとチュールのついた可愛らしい感じの2パターンでやっていきますので、まあ、仕上がりの違いを見ていただいて、あ、私はこっちでやりたいなとか、今日はこのファッションに合わせてこっちでやりたいなとかって考えていただけると嬉しいです。使うものは以上になります。で、ヘアアレンジをする前は必ずスタイリング剤をつける方が私的にはおすすめなので、今日もこちらルフトケアデザインワックス D、 こちらのヘアワックスを使っていきます。こちらはルフトさんと共同開発させていただいたものになっていて、ヘアアレンジする時にまとまり感が出たりとかツヤ感を出してくれるものになるので、この横の髪の毛がすぐ出てきちゃって嫌だとか、襟足の髪の毛がなんかまとまんないとかっていう方はぜひ使ってみていただければ嬉しいです。こちらも詳細は概要欄に貼っておきます。では早速ヘアアレンジ解説していくのですが、終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。まずは全体的にワックスをつけていきます。忘れやすいのが襟足の部分や内側、耳のところの毛とかが付け忘れが多いので、表面だけではなくしっかり内側もつけてあげてください。トップの髪の毛を縛ります。だいたい前から見て目の終わりあたりくらいの髪の毛を後ろに持っていってトップの部分を縛ります。そしたらここをくるりんぱしていきます。真ん中に穴を開けて毛先を上から下に通します。毛先を2つに分けてギュッとしてあげましょう。そしたら耳上の髪の毛も後ろで縛っていきます。しっかりと手ぐしをして横の髪の毛を後ろに持っていきながら縛ってあげてください。くるりんぱします。くるりんぱしていきます。毛先を上から下に通します。毛先は2つに分けてギューッとしてあげます。そしたら余りの毛束があると思うので、それを内側に向かってねじっていきます。この時しっかりと上に持ち上げて、でねじる時もふんわりねじるのではなく、ギュッギュッギュッとたっぷりねじってあげてください。毛先までねじることができたら、ここをヘアクリップで留めていきます。こんな感じで横に刺してあげてください。
こんな感じでつけてあげれば完成です。くるりんぱの部分を少しほぐしてあげるとカジュアル感も出るし素敵に仕上がるのでほぐしてみます。くるりんぱの内側の部分はへっこんでしまうのでここはしっかりとほぐしてあげると後ろから見ても横から見てもバランスが良いヘアアレンジになります。ほぐすときは縛っているところを持って毛先をちょびちょびと引っ張り出してあげてください。ほぐしてあげるとこんな感じです。もう一つチュールのクリップを使ってあげるとこんな感じに仕上がります。結構ヘアクリップだけで印象を変えることができるのでいろんなものでやってみてください。なるってよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はくるくるってやってパッて止めて可愛いまとめ髪ヘアアレンジをご紹介してみました。まあ、この長さでも全然できるし綺麗な感じにまとまるのでお仕事の時とかお出かけの時とかにもぜひ使っていただけると嬉しいです。まあ、最後ヘアクリップで止めていったのですが、まあ、ここのヘアクリップはご自宅にあるヘアクリップだったりお好きなものを買ってやってもいいし、まあ、今ねいろんなところで買えるようなものになっているので洋服に合わせてとかシーンに合わせて変えてみてぜひいろんなパターンでやっていただけると嬉しいです。というわけでまた皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していきますのでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。